皆さんはテクノブレイドという人を知っていますか？テクノブレイドとはマイクラ PVP 世界チャンピオンで、チャンネル登録者1000万人の大物 YouTuber でした。ですがテクノブレイドは23歳という若さで癌にかかってしまい、旅立たれました。それはもうファンからしたら絶望だったでしょう。それに対しハイピクセルサーバーからは、ロビーにテクノブレイドの像を設置しました。このマイクラどこか違うように見えますか？そう、右上の豚がテクノブレイドさんになっているのです。テクノブレイドさんの動画を上げるのは遅くなってしまいましたが、少しでもテクノブレイドさんのことを知ってもらえたなら幸いです。